12弦ギター、12弦ギター、セミアコースティックギター、エレクトリックアコースティックギター、アコースティックギターすべてに存在する。通常のギターのチューニングは上の低音源から EADGBE となっているが、一般的な12弦ギターには EADG には1オクターブ高音の弦が、BE には同じ弦がそれぞれ付加されている。その音色は2本のギターで、 同じ演奏をしているような効果が得られるが、オクターブ、またはユニゾンにチューニングされた近接弦同士は、ほんのわずかな発音のズレを生じるために、通常の6弦ギターよりも豊かな響きが得られる。また、3から6弦は、復弦の高い方が6弦側にあるが、立弦バッカーのものは、高い方が1弦側にある。3弦までがオクターブへの弦、2弦からは、同じ弦が貼られるため、 一番高い音を出すのは3弦になる。エレクトリックギターの12弦では、ビートルズが使用した、リッケンバッカー社製の360、12や、ギブソン社のダブルネック EDS-1275 が有名。日本人アーティストでは、特に、ザ・アルフィーの坂崎孝之助が、愛好者として著名である。ありがとうございます。